ゴー三浦のラジオ新大陸ブレイクスルー、ザ・ブレイクスルーカンパニーゴーの三浦がお送りしておりますラジオ新大陸。今回お話を伺うのはスウェイさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ですね、まあ、緊急事態宣言の発令もあって、はい、ズームで収録という形でね、こう、ちょっと画面を見ながらの形なんですけれども、リスナーの方には見えないんですが、はい、スウェイさんの部屋がめちゃくちゃおしゃれですね。ありがとうございます。イメージ通りといただきました。イメージ通りなんですよ。これちょっと、こう、アメリカのね、ポップカルチャーをすごい取り入れた感じの部屋で、ファンの方とか、はい、これファンの人とかインスタとかで見てたりするんですか？しますね。はい、ああ、本当ですか。僕今すげえ、こう、ファンの方が羨ましがるような、こう、状況なんだろうなと思いながらちょっと話してるんですけれども。はい。スウェイさん、ラッパーとして活動を始めた後に劇団エグザイルに加入、音楽活動と並行して俳優としてもご活躍されてます。その後、5人組ラップボーカルグループ、ドーベルマンインフィニティを結成、またご自身の所属するグループのロゴやグッズ、企業コラボのデザインやディレクションなどを担当しておられたりとか、マルチに活動の場を広げております。めちゃめちゃいろいろクリエイターとして活躍されてますよね。はい、ありがたいですね。やらせていただいて。そう、もともとはラッパーというかミュージシャンとして始めてるところに、今そのデザインとかクリエイティブ周りの仕事が増えてきてるって感じなんですか？はい、いや、個人的には、うん、デザインの方が一番先なんですよ。あ、そうなんですか。へぇー。まあ、15の時に実家に初めてこうパソコンが来て、うん、はい。それをまあ家族誰もほとんど触ってなかったんで、僕が独占してたみたいな、とこからこうデザインソフトとかを独学でやり始めたっていうのが、まあ、デザインはもともとのきっかけはそこなんですけど。そうなんですか。でも僕今37で、はあ、はあ、僕はもともと大学出てから大手の広告代理店入って、でそこからまあ10年くらいやって独立したって形なんですけど、はあ、今のその、はあ、アーティストの方って、ミュージシャンの方もデザイナーとかも、あんまりこう区別つかないですよね。その自分たちでミュージックビデオ作る人も多いし、ジャケットとかも自分のチームで、うん、まあある意味そのバンドの中じゃなくても、その周りのクルーとかでこう、クリエイティブをもう、そのなんか軍団で大体できるみたいな方が増えてるイメージがありますけど、そういう感じなんですかね。確かに。うん。僕もそこです。もともとは、周り結構僕地元札幌なんですけど、はい、結構地元のその周りにデザイナーが多くて、うん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 、なのでなんかこう独学って言ってもなんかいつもこう周りにどん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 イベントのフライヤーだったりとか、あ、そうですよね、そういうものでデザインを起こす人が多かったんで、はい、そういうのを見ながらこう技を盗むというか、はいはいはい、イベントのフライヤーのカルチャーってありますよね、はい、なんかそのミュージシャンとかパーティーオーガナイザーがお前なんかセンスいいからなんかグラフィックも作ってよみたいなこと言われて、そっからこうプロっぽくなっていくみたいなことってありますよね。まさしくですね、僕の場合は、うんうん、まあ音楽で全然飯が食えなかったんで、うんうん、先輩がイベントやってたら、うん、そのイベントフライヤーをお願いして作らせてもらって、うん、それにギャラもらうみたいな。だから結構僕の中では音楽を続ける上でなんか飯を食っていくための一個のツールだったというか。でもその最初はある意味その飯を食うためにやってたグラフィックがある意味今のそのアーティストとしてのそのスウェイさんの幅を広げることになってますよね。そうですね。だからありがたいですね。やっぱりそのデザインの感覚とその音楽の感じとかってこう、やっぱ自分の中で影響されあったりします？ありますね、うんうんうん。音楽だと、まあ、メロディーだったりとか、こう、歌詞っていうもので、うん、自分の思いって作れるんですけど、うん、ちょっとでも言葉にしたりすると、たまに強すぎるメッセージってあるじゃないですか。でもそれを逆に、こう、グラフィックだったりとか、うん、最近だったら去年から油絵始めたりとか。へぇ、油絵も始められたんですか？へぇ、すごい。はい、やったりとかもしてるんですけど、うん、なんか普段こう作るデザインとか、そういうものを、なんか音楽だとちょっと強すぎるメッセージを逆に、うん、アートにしてみたりとかっていう感じでこうなんか全部アウトプットできてるんで、なんかそういう風に分けてますかね。なるほどなるほど。デザインはなんかこう、はい、こういうアーティストから影響を受けたとかってあるんですか？そうですね、うん、でも本当周りのもともとは先輩方でしたね。やっぱりその地元のみんながこういろんなもの新しくものを作っていく中でこうカルチャーとして体に染み付いてきたみたいなところなんですかね。そこは強いですね。本当に凄腕ばっかりだったんですよ周りが。うーん、はあ、
なんかそういう僕もすごい最近常々思うことがあって、その東京、僕ずっと東京なんですけど、その大学とか高校でもすごい才能あるミュージ音楽やってるやつとか、ダンスめちゃくちゃ頑張ってるとか、絵頑張ってる人とかが、こうどんどんこう大学とか行くと、で社会人になったりするとだんだんこう挫折して普通にこう働いていくっていう、お前昔すげえかっこいい絵描いてたのに今何やってんのって聞いたら、いやまあ最近そういうのは全然やんないねってなっちゃう人が結構多いと思うんですけど、そういうこうスウェイさんの周りの札幌のそのクルーたちは今はどんな感じで過ごされてるんですかね。もう未だに健在ですね。ああそうなん、それすげえいいですね。だから結構本当にすごい凄腕だっただった人、今もなおなんですけど、うん、本当、当時現地で、ノースコースバッドボーイズっていう、うん、ヒップホップ、ちょっと見た目だいぶ悪そうですけど、めちゃめちゃ、うん、優しい先輩たちであったんですけど、はいはいはい、ノース、たちのこう、もう一回しよう、ノースコーストバッドボーイズ。ノースコーストバッドボーイズ。はい。はい、NCBB っていう、団体なんですけど、うん、ヒップホップグループで、うん、その人たちのグラフィックとかもすごいかっこよかったりとかして、うん、でも、そういう人たちが、後々、こう、AK 積水ナインさんって、うん、はい、名古屋の代表する、はい、はい、AK さんの、僕お仕事したことあります、はい、あ本当ですか、はい、AK さんの今はちょっと違いますけど、当時は AK さんのアートワークもやられてたりとか、本当になんかすごいこうヒップホップのそのストリートの中でもすごい最前線の、うん、アートワークをやってたりとかするのが先輩だったりとかだったんで、で、当時服屋で働いた時に服屋のフライヤーを自分が作ってたんですけど、はい、そこでなんかこう広告とかで NCBB の人たちがこうデータが来るんですよ。うん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 、でデータの中を見れるってもう最強じゃないですか。あ、先にもう中身のこう組み立てるマニュアルに近い設計図みたいなものからもう見てたんですね。そうです。それはすごいめちゃくちゃ勉強になる。はい。だから広告データとかすごい勉強になりました。うん、ああ、うん、なるほどね。これ地元のクルーたちがでもそれで未だにこうちゃんと第一線でバリバリ活躍してる中で、スウェイさんもこうやってこうメジャーになっていく中で、すごい刺激し合っていい関係になりそうですよね。はい。未だにちょっともう凄腕の人たちなんで、うん、もう頭が上がらないですね。はい。そうですね。でも、そのグラフィックとかの仕事をやったりとかしてる中で、こう、どこでこう、音楽に行こうって思ったんですか？音楽はまあ、もともとずっと好きで、その15歳の時に、うん、自分で好き勝手こう、デザインし始めたのも、うんうんうん、もともとは、例えば、なんだろうな、好きな、当時だったら、こう、M フローとか、ドラゴンアッシュとか、まあそういうなんかこう、当時聴いてた音楽の、アルバムのアートワークを自分で勝手に作ったりとかしたんですよ。へぇ、あ、もう勝手にこの世界観を自分で引き取ってデザインとグラフィックをするっていう。なるほど。ある意味そのハックするみたいな。ちょっと今っぽいカルチャーですね。うん。なんで、まあ、まあ、個人的に楽しむ理由だったんで、画像をインターネットから拾ってきて、バーバルさん切り抜いたりとかして、うん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 、で、新しく M フローのロゴ作ったりとか、へそんなようなのをずっと中学校の時にやってて、自分の好きな音楽だったりとか、そういう影響を受けたアルバムとかをもう一回自分で作り直すっていうのが当時のあれだったんで、すごい当時も音楽とやっぱりデザインっていうのがすごい、密着してたというか、まあそこからダンスやったりとかもしましたし、うん、DJ 家でやったりとか、なんか、ラップをするっていう段階までがすごいスムーズでした。へえ、でもなんかその、SNS とその PC の発達によって、こう、誰もがこう物を作れるし、で実際それを発表できる世の中になったんで、うん、本当にこう、あらゆる人がクリエイターになれる時代だと思うんですけど、まさにそのまあ、先駆けみたいなところから始まったんですね。そうですね、今思えば。かっこいいものを作ろうと思ったらグラフィックも作れるし、そこに音楽を足そうと思ったら自分でまあ、音楽も始められるし、すごいその意味、ある意味でそのクリエイティブな形で生きていこうと思う人にとってはすごくいい時代だし、こうスウェイさんみたいにその、うん、分かりやすいそのモデルケースがあるのは今すごい若い人にとってはいい時代だなってやっぱ話しててすごい思いましたね。そうですね、うん、今もっと多分簡単にできるんで、多分 Mac 買っちゃえば全部ついてるじゃないですか、うんうんうん、映像も音楽も作ったりとか、うん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 、全然簡単にできると思うんで、うん、いやでもそれ、いいですよね。そうですね。でもそのスウェイさんが今もう俳優としてもどんどん活躍されていて、動画配信サービスパラビでは8月4日より独占先行配信が始まります。さらにテレビ東京で8月11日から放送がスタートするドラマ、来世ではちゃんとします2。
っては、陽キャなバイセクシャルのプロジェクトマネージャー役として出演される、この陽キャなバイセクシャルのプロジェクトマネージャーってもう全然イメージがちょっとわかんないんですけれども、はい、まあ、こんな風にね、俳優しながら音楽活動もして、さらにデザイナーとしても活躍される、もう本当にあのトロントにね留学されてたんですよね。そうですね、2006年から2008年まで、うん、はい、もうバイリンガルのラッパーとしてはもう代表的な、本当に日本の代表的存在だと思うんですけれども、ソロデビューは世界的な名門レベルデフジャムレコーズから出ていますし、まあ、ヒップホップ界のレジェンドが所属してきたっていう、はい、まあもう本当にヒップホップ好きはみんな知ってるレベルですけど、スウェイさん自身は音楽はどういうふうなこうキャリアで聞いてきたんですか？本当、でも僕本当になんか入り口は超ど真ん中なジブラさんとか、ジブさんだったりとか、うちのこの番組も前にゲストで来ていただいたんですけど、そうですね、まあ、それが、まあ、ちょうど中1とかの時に、うんうん、まあ、いろいろありましたけど、まあ、ドラゴンアッシュ、はいはい、いろいろあったけど、はいはい、グレートいろいろあったけど、グレートフルデイズ聞いてなかったやつはいないっていうね、僕ら、はい。そうですね。あれが本当に中1とかの時に、オリコンに入ってた時代だったんで、はい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 、なので、その、僕中1から、そういうファッションとかも、はい、そういう B-boy なスタイルで、はい、どっぷり使ってたんで、うんうん、なんかそこからですかね、どんどん洋楽掘ったりとか、はい、まあ、その服屋さんにずっと通って、うん、服屋さんの店員さん、もう自分よりはるかに年上の人たちに、いろいろヒップホップのなんかこれ聞くべきみたいなものを教えてもらったりとかして、うんうんうん、とりあえず、人生のそのライフスタイルをヒップホップにめちゃめちゃ無理やり切り替えてたんですね。ああ。なるほど。それがなんかずっとやってた、今もう35歳になったって感じです。はい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 。なるほど。まあでも、僕も全然違う。僕はずっと渋谷なんですけど、生まれが。うん、割とまあ、まあ同世代ですし、カルチャーとしてはすごい近いところだと思います。なるほど、なるほど。ね、でもそのね、うん、こうヒップホップ好きから始まってファッション好きになってグラフィックデザインとかもやってた末少年が、こう大人になってデフジャムからリリースするって、そこの流れはどういうストーリーだったんですか？うん、そうですね。デフジャム自体は、うん、僕本当高校生の時がちょうどデフジャムジャパンがまだあった時で、うん、本当になんか憧れのレーベルだったんですけど、うん、ダボさんだったりとか、うん、結構スフィアさんとか、うん、ハイディさんとかめちゃめちゃ聞きまくってた少年なんですけど、うん、まあ一回亡くなっちゃって、うん、で、それで、まあ、AK さんがデフジャムレコーディングスがまた日本に来るって時に第一弾で契約されて、はいはい、ちょうどその時に AK さんといろいろこうお茶をさせてもらってる時。AK さんとお茶してたんですね。はい、お茶させてもらって。どこでお茶するんですか、それ。スウェイさんと AK さんがお茶してるのちょっと面白すぎません？僕、休みの日に名古屋行って、はい、で、ちょっと共通の恩師の方に AK さんの、はい、時間をアポってもらって。はい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 。それでお茶させてもらったのが、はい、結構デフジャムの話が進むきっかけになったと思いますね。お茶してんのちょっと面白いですね。まあ、ある意味健康的に、ね、はい。めちゃめちゃ健康的。まあその夜は名古屋でめっちゃフィーバーしましたけど。はいはいはい。名古屋やばいですからね。やっぱ気合入った人多いですよね。そうですね。やっぱ名古屋はちょっと行くと緊張しますね。ヒップホップの街なんですごく。すげえわかります。でもそれでこう。間違いないですね。はい。でもラッパーと、しかもまあグラフィックもすごく活躍されてる中で、今俳優としても劇団 EXILE のメンバーとして映画クローズエクスプロードとか、ハイ&ローザムービーとか、ホットロードとか、こういろいろね、出演作増えてますけど、その音楽、もともと俳優はやろうと思ってたんですか？いえ、これはまた、面白いことに、東京に出てきて、うん、まあ、ヒロさんにお会いさせていただいて。はいはい、また大物が出てきましたね。はい。はい。ヒロさんが、これも本当に多分、僕を見てパッと思いついたんだと思うんですけど、うん、役者とかでもやればいいのに、って言われたんですよ、うん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 。その時にもう僕は即答で、あ、何でもやりますって言ったんですけど、おう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 、なんか、まあ、でも、実際こう、まあ、ヒップホップすごい大好きで、うん、ヒップホップのね、こう、ブラックカルチャーもたくさん見てる中で、うん、やっぱりこう、ウィル・スミスはじめ、T.I. だったりとか、はいはい、まあ、コモンセンスもそうですし、うん、モス・デフとか、みんなこう、役者ってやってるじゃないですか。うん、うん、うん、そうですね。うん、トゥーパックだったりとか。うん、なので、なんか、ラッパーが役者をやるっていうのになんかあんまり抵抗がなかったっていうのがあって、で、まあ、そのヒロさんに言われた一言に、何でもやりますっていう気持ちも嘘じゃなかったんで、うんうん、はい、なんか、
そこはすごいすんなり、へぇ、行きましたね。あ、でも確かにその、アメリカのラッパーってある意味で言うと、その、話が面白い人というか、もちろんミュージック、はい、音楽をすごく、真剣にやるのはもちろんなんですけど、そもそも存在としてこう、キャラクターがすごく強くて、何やらせてもそいつがいると画面がこう、ギュッとパワーを増すみたいな、そういう人が多いですもんね。はい、そうですね。うんうん。なんかそう、はい、ミュージシャンだけで終わらないっていうか、その一人の人間として強い人がラッパーになってるイメージがすごくあるんで、そういう意味でそのスウェイさんが、うん、映画とかに進出されるのはすごいイメージわかるんですけど、でもこう、楽曲の歌詞を覚えるのと、セリフとして、はい、こう役者としてセリフを覚えるのって結構違いません？全然違いますね。うん、はい。全然違いますけど、やっぱ楽しいことばっかりで、うん、なんか、やっぱりこう、クリエイティブで自分発信で、うん、音楽作ったりとか、うん、あと、まあ、グラフィック作ったりとかもしますけど、うん、役者って、受け身なんですよね。うん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 、なんか、この役やってください、はい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 、このセリフ喋ってくださいって言われることを覚えて、決まったストーリーがあって、監督の演出のプランがあって、そこの中でどうやって、こう、うまくピースとしてハマるかだから、ある意味全然違いますよね、音楽とは。そうですね、うん。でも、なんかその発言するセリフの意味とかも考えなきゃいけないじゃないですか。うんうん、なんかただ単にセリフを発するというよりは、うん、なんでこの人はこのセリフを言ったんだろうっていう感情も考えなきゃいけないし、うんうんうん、なんかそうなった時にその自分が一つの役を演じたことによって、うん、その役から学ぶことってすごいたくさんあるんで。うん、なるほど。うん、はい、あ。なのでなんかこう自分がじゃあ次曲作るってなった時に、うん、なんか、やっぱ違う人をある時演じてるんで、うんうん、なんかまたその人のなんか、あ、こういう人もいたよなっていう感覚にもなるというか。はい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 、なるほど。でも確かにその、すごい。リリックを書く上では、自分ではない誰か他の人の人生を知ってるってすごい大事なことかもしれないですね。そうですね。うん、まあ、あと、同じ、あの意味でも言葉の言い回しってたくさんあるし、うん、なんかそういうものをなんかこう、やっぱ演技から学ぶことっていうのもすごい大きいんで。うんうんうん。なるほど。絶対自分が私生活では言わないっていうことも、やっぱ言えちゃったりとか。そうですよね。でもだってこれ、来世ではちゃんとします2では陽気なバイセクシャルのプロジェクトマネージャー役と出演されるっていうのはちょっと面白いなと思うんですけど、これ、そうですね、どういうドラマなんですか？まあ来世ではちゃんとします自体、僕すごいネットフリックスで、うんうんうん、ジャケ見しちゃったんですけど。はいはいはい。内田さんがね、すごいセクシーな、可愛らしい。はい。そうですね。電話を持たれてて。はいはいはい。電話を電話みたいに持ってる印象的なグラフィックありましたね。うん。そうですね。なんだこのなんか刺激的なジャケットはと思って、見始めたのが。うん、まあ、すごいその、なんか、ドラマ自体も面白くて。うん、結構、すぐ見れたドラマだったっていうのが印象であったんですけど、うん、まさかそれの2に自分が出る、うん、オファーが来るとは思わないですよね。びっくりしますね。あ、うんうん、あの世界観入れるんだみたいな。はい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 。で、またなんかバイセクシャルという役だったんで、うんうん、なんかさっきも言ったように、こう自分がなかなか普段ないものをやれるって、うんうん、これは役者のなんか一個、うん、なんですか、見どころというか、なんかすごい醍醐味でもあると思うんで、うんうん、自分からかなりかけ離れてる役とかすごいやるの好きなんですよ。うん、なるほどなるほど。なんで、はい、じゃあ今回はもうまさにもうめちゃめちゃ遠いところかもしれないですね。めちゃくちゃ楽しかったですね。その、自分と全然違うキャラクターを演じるときの、なんかこう、勉強というか、取材とかそういうのって結構するもんなんですか？そうですね。僕でも、今回バイセクシャルに関しては結構友達多くて、はい、地元の友達も昔からいたし、うん、なんか結構そういうとこで普段から本人の本当の気持ちっていうのは聞き取れてないかもしれないですけど、うん、なんかこう僕らが普通に普段から話してても、うん、なんか意外にそんなにこう変わりようない、うん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 、すごいメンズライクな人もいれば、はい、ちょっとすごいこうガーリーな方もいるんで、うんうんうん、なんかそこはでもちゃんと今回のいただいた役にちょっと寄せた、なんか自分の周りの中にいる、なんかバイセクシャルな仲間のちょっとそういう部分をピースとしてこうお借りしたっていう感じがしますかね、うんうん。なるほど。でもそのグラフィックを始めた時もそうだし、はい、やっぱりその周りの人との関わりの中でこう自分のセンスとか才能に変えていくっていうそういったパワーがあるんだろうな。いや、面白い。でもこう、音楽、俳優、グラフィックってもういろんなジャンルで活躍されてて、こう、他の、今僕ら、このラジオ聞いてる人の中にもなんか新しいジャンル飛び込みたいなとか、新しいこと始めたいな、みたいなことがある人多いと思うんですけど、うん、そういう方にちょっとなんかメッセージがあったらアドバイスしてもらえると嬉しいです。そ
そうですね。なんか、今こそ多分そういう新しいことをやるチャンスっていうふうに思っていて、まあ今回コロナでまたね、こうなかなか外に出られなかったりとか、家にいなきゃいけないっていう中で、逆になんか時間って僕も油絵を始めるきっかけってコロナだったし、何か始めたいとか興味がちょっとでもあるんだったら、始める時間にとってはすごいいい時間だと思いますし、あと、そうですね。さっきみたいに、こう、Mac 1台で何でもできちゃったりとか、今、なんか始めるために、すごい優しい機材ばっかりだと思うんですよ。で、YouTube で How to があったりとか、なんか先生が近くにいなくても、自分がやりたいことをやるために、なんかそのものに詳しい人が近くにいなくても、全然映像だったりとか、そういうもので、わかりやすく教えてもらえる時代なんで、なんか、とりあえずやってみて、ハマればハマったで、ね、なんか、ちょっと違ったなと思ったらやめればいいと思うんで。三日坊主でも全然いいですよね。全然いいと思います。はい。なので、なんか、ぜひおすすめですね。はい。もうこのコロナのね、ちょっとこう、表に出にくいタイミングを逆に、新しい、こう、趣味とか、新しい活動を始めるチャンスだっていうのは、すごくポジティブで、スウェイさんらしいアドバイスだと思います。ありがとうございます。はい。では、最後にですね、今日、スウェイさんが参加するドーベルマンインフィニティの曲を、流したいと思います。スウェイさん、曲の紹介、お願いします。はい。それでは、聴いてください。ドーベルマンインフィニティで、アップデーティングライフ。スウェイさん、今日はありがとうございました。また来週も、ぜひ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。